クッパ来た、まさかの。え、戦うの？嘘でしょ？こんにちは、くんじきたまさぶろうです。今日はペッパーマリオ RPG やっていきたいと思います。前回の続きからで、今ね、コロシアムやってるんですけど、バトルめちゃめちゃね、手こずるようになってきたんで、このゴロツキタウンにね、戻ってきて、ここでね、仲間のパワーアップをしたいと思います。そう、社員があればパワーアップできるんだよね。で、ある程度社員ね、集まったんで、9個あるからね。とりあえず、ミニミニ卵。セクシーキス、攻撃して回復、へぇー。甲羅の守り、マリオを守るか。なるほどね。連続頭突き。まあ、吉玉がやっぱね、名前自分のやつつけてるから、吉玉ちょっと上げてみようか。ミニミニ卵ってなんだろうね。あ、敵をミニミニにするって書いてあった。ちょっと待って。敵をミニミニにする。ちっちゃくなったら、与えるダメージ多くなるのかな。とりあえずこれやってみようか。HP とかは増えないのかな。ある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 。で、R! なんかすごい演出だな。すごい立派な演出だ。こんな感じになってるんだね。初めてなんだよね。あげるのね。ただちょっと手こずるようになってきたというのもあるので、ここであげさせていただきました。パワーアップした？他にもまだパワーアップさせるで R か？あ、これでもう、ランクアップできないんだ。これ以上は。一回しかできないってことか。じゃあ、どうしよう。敵攻撃して回復ってめっちゃ強そうな気がするんだよな。このクラウドもちょっとやってみるか。ね、まあ、ポケモンで言うドレインキスみたいなことでしょ？ある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 と。それは結構強いよ。で、あるさあ、これね、ちょっとまあ、じゃあスキップするか。さあ、どうですか？他にもまだパワーアップさせるだろうか。まあ、一旦いいかな。まだ多分仲間も増えてくるだろうからね。一旦ちょっと置いておいて、で、これちょっと見てみようよ。あ、HP、もともと15じゃなかったっけ ?HP。25になってるな。うん、10増えてるわ、普通に。ね。で、敵に卵投げつけミニミニしてしまう。これがちょっとどれぐらい使えるかどうかわかんないけど、セクシーキッス、敵の HP を吸い取って自分の HP を回復する。これ強いな。しかも HP25 もあるから、いや、これ強いね。クラウドも強いんじゃない？いい感じなんじゃないでしょうか？さあ、ちょっとこれ破壊してみよっか。前回ね、破壊できるようになったんだよね、これね。こうかな？ OK！ さあ、これで元気のかけらがあって、あ、星のかけらか。あー、で、単純にあれか。こう上に行けるようになるっていうだけか。これね。ここの扉に入りやすくなった。今までは紙飛行機じゃないとここまで来れなかったんだけど、それが大丈夫になりましたよってことか。あ、土管が多分できるんだ、これ。普通に移動できるようになるんだね。これで、あれだよね、2個目のプニプニのところですよね。プニ族がいるところに移動できるようになると。だから、また、次、今回のスターストーンゲットしたら、天空のところもね、ウーロン街か、それも行けるようになると。で、そうそう、これ気になってたんですよね。なので、ちょっとこれ破壊したいと思います。あ、これは、こっちから、こう、ちょっとクラウドが邪魔で見えないけど、これでいけるかな？オッケー！あ、社員だ！社員ゲット。これで、こうしたらいいのかな？オッケーオッケーオッケー、ベリーオッケー。さあ、ということで、次の相手が6位だね。チョロボン。チョロボンね。はいはいはい。バトルについてだが、絶対に観客に3回以上アピール大変だな。で、チョロボンってどんなやつだったっけな？ちょっと浮いてたっかな？ちょっと忘れちゃったな。まあでも、クラウダならドレインキスもできるから。いやでもヨッシーもありだな。いや、ヨッシーにしよっかな。ヨッシー。ね、ヨッシーにするわ。よいしょミニミニにちょっとしてみたい。さあ、来ました。なんかカラフルで可愛いな。地獄から来た処刑人、グレートゴンザレスと、底なしのバキューマ、チョロボン3とのバトルだ。行くぜ！覚悟はできてるんだろうな。ほら。みょんみょん、吸い尽くしてやるみょん。あ、ちょっとトゲトゲっぽいな。これ大丈夫かな？レッツ、ファイト！ノコノコとかの方が良かったのかもしんない。トゲトゲ系はなんか痛いってなっちゃうイメージがあるな。ちょっとそこが心配ですね。3回以上アピールしないといけないから、そこがあるよね。まあ、とりあえずでももうじゃあアピールをするっていうところになってくんじゃない？作戦アピールね。先にアピールをしないことには。どうにもならないんで、一旦アピールをします。で、この子も一旦アピールをします。オッケー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 、ベルオッケー。
さあ、で、どんな攻撃を仕掛けてくる？あのコウモリってなんだろう？ダメージを吸収すんのかな？いってー！まあでも回復とかあんまないもんね。だって、食らってないからね。先に使ってもらってよかったのかもしれん。分子！ちょっと吸い取る系だ！吸い取り系だ！これ結構大変だぞ、ガチで。吸い取り系ってなってくると結構大変。とりあえず、ここも一回アピールして、ミニミニ状態にしてみる？これで一応クリアはしたから、どうしよっかな。いやでもこれは多分一気に攻撃した方がいいから、多分これ変えた方がいいわ。ね、これ多分全体攻撃のある、ノコ太郎に変えるべきだな。てか、ノコ太郎をパワーアップするのありだったね、普通に。これガードできないんだけど。ガードできてんのかな？ 1 回復した。これみんなに吸収されていったらめっちゃしんどいんだけど、普通に。3。全員マリオに行くの？これ。なんだそれ！いやー、やばいっすよ。やばいことになってきたっすよ。さあ、星2つ溜まってるから、ここは、でっかくドッカンを、これちょっと確実に決めたいな。失敗したくないぞ、これ。あ、ただ緊張しすぎてね、よく失敗するんで、これ慎重にいかないとね。はい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 。OK、いった！ OK、OK。OK、OK。これ成功したのでかい。前回2連続ぐらい失敗してるんだよね。さあ、これで6ダメージ。おー、倒せた。よかった。ベリーナイスだ。あ、レベルアップしたね。しかもレベルアップもしましたよと。これでバッチポイントが増えるから、またできることも増えてくるね。オッケーオッケーオッケー、バッチポイント。これはもう問答無用でバッチポイントです。お、ゴンザレスよ。先ほどキノシコアがファンからの差し入れをもらってきたと。あー、ファンとかがもうできてくるようになったんだ。ケーキですか？これ本当に大丈夫なんだろうね。うわぁ、美味しそうなケーキですよ。これを食べれば元気も出ますよ。ケーキを食べますか？いや、怖いよね。まあ、でも食べるしかないな。食べないって一番面白くないもんね。毒とか入ってんじゃないだから。では、いただきまーす。あの子太郎が食べた。あまりの美味しさに疲れがすっかり吹き飛んだ。ああ、いいやつだった。いいケーキでした。失礼しました。はい。で、バッチポイントがね、増えたんで、今ね、前回確かね、これを減らしたんですね。フラワーデールをね。バトル後に出るフラワーがいつもより多くなると。で、今、コロシアムだとこれもほんといらないから、まあ、別のやつをつけるとして、まあ、ナイスで防御ね。ちゃんと良きタイミングでガードしたら防御力が1増える。まあ、これは必要だよね。っていうのと、あとはね、まあ、ガッツン殴りも正直いいよな、普通にね。ガッツリも、ダメージ与えたい時に、ガッツン殴りにしとくか。ね、こういうのは普通に使えるもんな、シンプルな技で。さあ、次の相手が5位だよね。レッドデビルズ。悪魔だから、スペシャル技1回使えるようにね。飛んでるだろうね、という感じか。空を飛んでるんじゃないか、ということで言うと、まあ、いよいよこれもう、クラウダなんじゃない？ムチムチプレスは多分空に飛んでる敵に当たるんじゃなかったっけ？確かそんな気がするんで、クラウダで行こうか、じゃあね。さあ、血ぬられし、地獄の使い、レッドデビルズ。で、これ全然イメージと違ったわ。行くわよ。覚悟はいいかしら。カメックだった。魔法の力甘く見るなよ。カメックでした。レッツ、ファイトー！ちょっとイメージしてるのと違いましたよと。いや、ただ魔法は普通に怖いね。ただね、HP も多いんで、あとドレインキスも使えるからね、こっちは。とりあえず、そうだね。スペシャル技1回は使わないといけないということで、近くのキャラクター動けなくする。まあ、でっかくドッカン、使う？ね、でっかくドッカン使おっか。これ全員に当たるんだよね。なので、これタイミングよくできればね、スペシャル技使わないといけないんでね、条件としてね。はい。これ、ちゃんとボタンが押されたタイミングで押そう。画面上でボタンが押されたタイミングで押したら全然間に合うわ。それでいいんだね。リズムが取りにくいんだよ。リズムが取りにくいっていうか、音楽がかかってるわけじゃないから。
押されたタイミングで押していくと。OK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  できるようになった、できるようになった。さあこれで6ダメージ入るんでしょ。それが結構強いですよね。6ダメージがっつし入って、で技でまあムチムチプレス、この空飛んでる子にやってみるか。この子が一番強そうじゃない。だって空一人だけ飛んでるから。どうだい。オーケーオーケー、倒した倒した、ベリーオッケー。であとは全体攻撃なんだ。おお、プラス3、防御力がアップか。防御力アップは普通に怖いですね。で HP を回復な。白い子に集中させてるな。上下関係があるのかな。私に全てを渡しなさいみたいな。白い子が防御力も HP も。で、赤い子は何もしてもらえずっていう。そんな感じですね。じゃあとりあえず地震アタックで全体攻撃ちょっとやってみようか。よいしょー、これで2しか入んないけど、オッケーオッケー、倒したね。で、あとはもうガンガンいっちゃったらいいんで、ガンガン攻撃していこう。防御力は上がってるけどね。防御力は上がってますが、8回復してたもんね。ただまあ、ガンガンやっていけば、そのうち倒せるでしょうと。おーい、ガード、ああ、そっちか。でも HP いっぱいあるからね。全然へっちゃら。じゃあ、回転ハンマー行く？あ、後ろの敵関係ないよ。じゃあ、これガツン殴りがいいな。ガツン殴りで。よいしょー、シンプルに殴ると。オッケーオッケー、倒した、ベアリーナイスー。マリオ、なんだ？まあ、クッパ来た、まさかの。え、戦うの？嘘でしょ。おっと、またしても乱入だ。ゴンザレスにはよっぽど敵が多いようだ。大丈夫か。巷で噂のウーロン街へ来てみたら、こんなところでお前と出会ってしまうとは。いい機会だ、スターストーンとやら手に入れる前にお前はぶっ倒してくれるわ。いやいや、ここで戦う、バトルすんの、なんで。なんで今回は味方じゃないの。一応ピーチを守るっていうね、そういう名目のもと。今日こそ我が輩の方が強いことを証明してくれるわ。結構戦闘強なんだね、クッパはね。これ倒せるの、クッパ。クッパ、まあ、ジャンプでがっつりいっちゃう。じゃあ連続ジャンプ、連続ジャンプでもうやっつけちゃう。うわ、ダメージ入るな。ダメージ入るっていうことはそういうことだ多分ね。とりあえずムッチムチプレスでダメージが入るってことは倒せるっていうことなんだろうね多分ね。だからこれガッツシやらないと、ガッツシやらないといけないっていう話なんだね。さあやろうか。じゃあいやーん、丸焦げ、ガードできなかったわ。まあこれはもう連続ジャンプが多分一番ダメージとしては入るから。あー、ダメだったか。まあでも4入ってるからね。4入ってたら十分。ただあれだな、もうだいぶ FP がなくなってきてますね。よいしょー、回復させるのありだな。スペシャル技使って、スペシャル技使って回復させるのもあり。いや、なんだ N、 さすが長年のライバル、我が輩をここまで苦しめるとは。うわー、なんだ、毒になった。しばらくの間ダメージ受ける。うわー、それはやばいっすね。それは嫌だね。1ダメージずつ受けていくんだ。これ毒は回復しないのかな。アイテムがね、一応あるんですよ、毒を回復するアイテムが。だからそれを使う前提でここはもう行ってもいいかもしんないな。ここはもうがっつりがっつり戦いに行こう。連続ジャンプで、よい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 。あー、OK OK OK、まあ、悪くない悪くない。で、アイテムで、これですね、フレッシュジュースね、毒が消えて FP5 回復するという、一石二鳥のアイテムですね。料理してもらったんだよね、これね。なんか安い 5円で買えるシロップを、料理してもらったらこれになるんだよね。いやー、ガードできたか。一応成功したけど、ダメージは食らってるな。ただ、クラウダーはガチで HP が優秀だからな。本当に優秀なんだよな、HP が。これ本当はね、無限にできるんですよ。ただタイミングがちょっとなかなか取れないけど、本来これ無限にできるもんなんですよ。ここはもうマリオに FP を使いたいから、まだドレインキスとか使わなくていいと思うから、ムチムチプレスでもうガン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 攻めていくと。
これで攻めていくと。どしこいと。4食らうのは結構強いよ。あ、倒したんじゃない？ふんがー！倒した倒した。あー。珍しい顔してるね、クッパね。こんな顔普段しないのに。さあ、とりあえず倒しましたね。Very nice. ほら、クッパがこんな顔して。むぐぐー。さすがゴンザレス、突然の乱入者も軽くのしてしまった。強い、強すぎるぞ。今後もグレートゴンザレスの活躍から目が離せないぞ。これでもう僕5位になったからね。それでは皆さんごきげんよう。結構有名になってきてるんじゃない？さっきファンの人がね、ケーキくれてたしね。ちょっと観客席見に行きたいな。観客席というかあのロビーね、ファイトマネー19コインね。さあ今度はなんかイベントあるかな。さあ5位に上がったからね、これでね、5位になりましたよと。さあ、なんかありますでしょうか？あ、まさかあんな奴がいきなり出てくるなんてね。びっくりしたわ。いや、ほんとびっくりだよね。あ、ヒゲのゴンザレス、グレートウォークをやっつけて、プリンスマッシュの仇を取って。おー、有名になってるのか。もうすぐタイトルマッチですね。息子もあなたのファンとして鼻が高いようです。ところで、今日は、吉玉選手は一緒じゃないんですか？狩りに会いたかったのですか？あ、吉玉もそう、一緒に出てるからね、大会にね。え、じゃあ、吉玉に変えたらなんかいい子、あれかな、喜ぶかな。吉玉に変えよう。吉玉呼んでたよ。吉玉可愛いからな、ガチで。こんにちは。吉玉選手、もうすぐタイトルマッチですね。私も吉玉選手のファンとして応援させてもらいます。頑張ってください。この人は、親御さんは吉玉選手がファンなんだ。で、このちっちゃい子はゴンザレスがファンなんだ。君はファンかい、僕の。おい。あ、違う、このスタッフでした。スタッフの方でした。おーい、来たぞー。待ってくれ待ってくれ、ゴンザレスさんの写真をいっぱい撮らせてくれよ。グレートゴンザレス選手、今の心境を動物の鳴き声に例えるとどんな感じか、聞かせてください。にゃー、なんて答えればいいんだろう。正解は何だろう。これ正解は、こんにちは、ダンディーなお方。あなたも一部リーグでかなりご活躍されているとか。あー、やっぱあれ反応が変わってるね。でもあなたがゴールデンホークに勝てるとは思えませんわ。私にふさわしい男は輝くベルトを巻く者だけ。おほほ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 。さあ次が4位。やりくろう、やりだね。バトルについてだが、ジャンプを使わないように、オッケー。純粋な力比べが見たいと。ジャンプ使っちゃダメ、了解。ジャンプ使っちゃダメ、どうしよっかな。よし、いや、ジャンプ使っちゃダメってことは、ジャンプじゃないのが必要になるんじゃない？ジャンプを他の仲間で、できる必要があるんじゃない？その空飛んでる敵に対しての対策をしとかないといけないんじゃないかな。だからやっぱクラウダなんじゃない？結局。だからクラウダだいぶ気に入ってきたんだけど、HP 高いし。あれ？一人ぼっちだし、全然違うぞ。飛んでないぞ。まさかの。暗黒の門番長、ヤリクロウとのバトルだ。行くわよ、恩覚悟はいいかしら。一人ぼっちだ。暗黒の門の中へ引きずり込んでくれるわ。この辺りからは、結構キャラが立ってくるんだろうな、多分ね。ファイト！だから何人もいらないって話なんだろうね。とりあえず、ヤリか、どうかな。ジャンプは使っちゃダメ、了解。とりあえず、じゃあ、ジャンプなしで、貫き殴り。まあ、回転ハンマー、あ、回転ハンマーあんまだもんな。ガツ殴りがいいね。だからね。ガツ、殴りでガッツし殴る。6食らったぞ。これ、トゲ大丈夫かな？トゲが大丈夫かどうかがすげえ心配だけど。これ、刺さらない？刺さりそうじゃない？痛えってなりそうじゃない？痛えってなったら、あ、ダメだね。じゃあ、痛え。で、これ、なんか石持ってるから倒して、ちょっと待って、相手の攻撃力強いな、普通に。なるほどね。であれば、一旦ここは、ガツン殴りですよね。ガツン殴りで、よいしょー。あ、なんか落ちてきた。なんか落ちてきて、さあ、ビリビリになった。これでも怖いね。で、作戦を変えるか。作戦を変えて、仲間チェンジして、吉玉かな？小さなダメージを何回も与えるタイプの攻撃が得意。いや、ノコ太郎がいいんじゃない？うん、ノコ太郎がいいわ、多分。
ちょっと不安だけど。オーケーオーケー、ガードした。ただ、HP が普通にやばいけど、これ火力増してるから、確か。ピンチのやつつけたよね。つけてないっけ？ピンチで攻撃力が上がるやつ。あ、つけてないのかな、結局。まあいいや。ガツン殴りで一旦いいや。アイテム使えばいいんで。どすこい！つけてないね。6ダメージは一緒っすね。いてぇ！さあ、ぐるぐるになっちゃった。さあ、ここでちょっと技を、じゃない、アイテムで、キノコ炒め。キノコ炒めを使います。これで FP も回復できるからね。FP が2回復して、HP が6回復すると。まあ、FP は今はそんな困ってないけど。で、これしっかりガード、オッケーオッケー、ガードしないと。ただダメージ結構でかいからね、普通にね。さあ、これって、もうここはもうガツン殴り連打ですよ。よっこいしょっと。おー、倒した倒した、ベリーナイスー。ジャンプも使ってないね。オッケーオッケーオッケー。お、メールが来ましたね。今ランキング4位になったところですね。メールが来ましたと。誰でしょうか。ウーロン街にある電話ボックスに行け、 X より。ほう、今度は X ってやつからですよ。ウーロン街にある電話ボックスに行けって。電話ボックスってどこにありましたっけ。とにかく行ってみましょう。あ、なんだ、ああ、ゴールドホークか。ゴンザレス、今、電話ボックスに行こうとしてたところですね。ちょうどよ、一つお前に忠告しておこう。これ以上、調子に乗って俺様より目立っていると、きっと後悔することになるだろう。あ、焼き餅焼いてんのかな。せいぜい命を大切にな。ガッハッ僕たちを脅迫するなんて嫌な感じですね。確かにね、なんか正々堂々って感じはしないね。ん？脅迫？まさか脅迫メールはチャンピオンからでしょうか。X じゃない、誰かから来てたんだよね。しかしあのメールを送ったのが誰であれ、これからはもっと気をつけて行動しないと。まあでも脅迫メール？わざわざあの子直接ゴールデンホークは言いに来たから、あの子が送ったメールではなさそうだよね。さあ、電話ボックスに来ました。鍵があるぞ。闘技場にある倉庫の扉を開けるのに必要な鍵。倉庫なんてあったっけ？これは多分電話には何もないよね。そうだよ、ルイージとかだから。だからこれをゲットしましたよと。で、メールがまた来て、倉庫にある扉を開け、X より。闘技場の倉庫の扉？しかし、あっちへ行け、こっちへ行けと、僕たち遊ばれているのでは？いや、確かにな、よくわかんないよな。なんかいろんなとこに行かせてね。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。次回ね、倉庫の扉を開けるところからやっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。